この後イントロステージでレッチリがやるんで3時25分から来日公演。ぜひ暇の人はエリマのレッチリを見に行ってあげてください。かっこいいんでめっちゃ。イエーイイエーイ。オーディエンスもあったかくて、失敗しても何も言えないし、みんな、ね、温かい目で見守ってくれるすごくいいサークルなので、今日のライブだけじゃなくて4月はいっぱいライブもあるし交流会もあるんで、ぜひ来てください。あと次のレッチリマジ見てください。超かっこいいんで。あと PA 班も募集してます。新刊ラインに入ってる子は新刊ラインのノートにいろいろエリマの情報があるので見てほしいんですけど、今日その後ろにある服とかステージの設営とか全部エリマは自分たちでやっていて、音響も全部先輩たちが優しく教えてくれるので、初心者でも全然できるので、興味がある人は近くの先輩に言ってみてください。どんどんどん。じゃあ次の曲やります。Thank you.
最後の曲なんですけど、去年も新刊でやった曲でめっちゃ盛り上がる曲なんでお願いします。